1枚の折り紙で折る両三角錐、両方にこのように三角錐のある三角形のボックスの折り方の説明をします。この中に何か小さな小物を入れてプレゼントボックスとして使うこともできます。この15センチ、この一辺が15センチの折り紙で折った大きさのものがこちらで、これの4分の1の大きさで折ったものがこちらになります。白い方を上にしておき、3分の1の大きさのところで折ります。3分の1、心がちょっとずれるとここが綺麗に長さが揃わないので、3分の1をちゃんと折ってください。3分の1の折り方はだいたいこのぐらいかなっていうところに一度筋を軽くつけて、反対側をこの軽くつけた筋に合わせており、ずれがあるので少しずつずらしていって微調整をします。なので最初に折り筋をつけるときは軽く折ってください。もしくはあらかじめ3分の1に折ったものを照らし合わせて、このように合わせて折ってください。下から3分の1のところを折ります。ギュッと折ってください。広げて、今度は広げた折り筋をの部分を下にして少し斜めにし、三角に半分に折ります。そしてここに先ほどの折り線がついているので、これに合わせてこう折ります。折りにくいので向きを変えます。ここをしっかり折り筋をつけ、この線に合わせて折り筋を、この折り筋に合わせて折ります。この時もここをギュッと折ってください。でまた向きを変えます。次はこの下のところをここに合わせて、このように折ります。ここは合わせてください。そして広げてこの中に差し込みます。また向き変えます。ここに合わせて折ります。で一度広げ、持ち上げて、手前の1枚だけこの中へ、向こう側に折り入れます。このさっき折った折り線に合わせて折り入れてください。そしてこの対角線折ります。対角線に折り筋をつけます。こちら側左右ともに対角線きちっとギュッと折り線をつけてください。広げ、対角線反対側も折ります。対角線表と裏と両方と折ったら、次は横にしてここの上だけ折り筋をつけます。ここまでです。ここからここまで折り筋をつけます。で広げます。で次、中に指を入れて、これを入れてこのように開いて、こう
合わせます。で、ここがちゃんと立っていないので、もう一度開いて指をこう入れて立体的にします。合わせて持ちます。左側を倒し、右側も手前に倒します。ちょっと方向を変えます。ぐるっと変えて、今この状態になっていますが、これをこの中へ入れ込みます。そして形を整えます。そうすると綺麗な三角錐が上にも下にもできている状態です。中に紐を通してオーナメントとして飾りもできますし、先ほどのはめ込んだこのね、はめ込む前にここに何か小さなものを入れて、このように閉じるとちょっとしたレジェンドボックスになります。これで1枚の折り紙による両三角錐の折り方の説明を終わります。最後まで見ていただいてありがとうございました。